というわけでですね、まあ、約1時間ほどですねこのグッズ販売に並んでいたわけですがね、まあ、お目当てのもんね買えたんでよかったですね。まだあともう一つねお目当てもしかしたらあれば買いたいなと思うんで、まあ空いてきたら買いましょうかね。空いてきたら、はい、すんげえ簡単な、空いてきたら買いましょう、はい。でまたこのお土産に関してはまた家帰ってからね紹介しようと思います。いや選手もあれです、さすがに疲れましたね。だけどね、あの一応橋まで見たわけなんですが、あの後で紹介するそれは。でね、こちらね200系の、202編成ですね。見てください、こんなね近くでこういう名盤とかインバーターのこの装置ですね、ここからドルルルって東洋のインバーターの音が聞こえるわけですけど、いやすごいですね。でねこのブーみたいな音、これはねあの SIV ですね、あの補助電源ですね、まあ、冷房装置とか動かしたりするためのそういうもんなんですがね、こんなに近づいてもね息、あの鉄道祭りとかもね、まあ、私結構行ったりしますけど、さすがにこんな距離でねこんな距離で近づいていいというのはなかなかありませんからね、そう考えたら本当にかなり貴重なイベントやなと思いますね。床下こんな感じですね、すげえ床下が、なんかもうちょっと頑丈かなと思ったら割となんかすごい単純な構造っていうのにちょっと驚いてます。いやすごいねほんまに、すごいなこれ、すげえなこれ、あれやろ。というわけでですね、なんかここの5階でなんかそのいろいろな模型とかなんか部品の展示とかしてあるみたいなんですよね。せっかくなんでねちょっと行ってみようかなと思います。というわけでなんかね伊賀線のジオラマみたいですね、はい、なんかねあの撮影とか SNS 投稿も OK というわけで移していきましょう。こんな感じですね、すごい広いですね。ただね一つ一際目立つのがこれですね、青ニオシと近鉄の新車おるやん何からの改造なんやろうか、すげえな、なんかいやなんだかんだ言ってくれ、1720系やし、すげえな、いろいろと頭パンクしそうですね、なんかすごすぎてなんか頭パンク、うん、何回パンクしてんの。ちょうどここですね、上野市の車庫ですね。いやすごいね、さっきまでね自分たちがおったところです。いやすごいね、再現されてますね。てか車両これに関しては全く一緒の場所におるやん、すげえ。こんな感じでねジオラマがあります。詳しく見るとこんな感じですね、こういう感じで結構ね車両の見識だったりとかいろいろなんかそういうなんか何番かとかも書いてあったりします。なんだかんだ言って向こうにねバタ電いるんですよこれ。同じ東急の車両やからって言っても、まあ、走ってる場所が違いますからね。いやすごいもんですね本当に。もう実際にねこれ見に行ってみたいんですよね、この茅野町違う日戸上林間のねここね行ってみたいんですよね。ここね確かかなり古い。この橋らしくね、まあ、行けそうやったら行きたいですね、はい、多分無理やと思うけど。というわけでですね、まあ、出てきました、はい、まあ、結構ね いっぱいあってよかったですね。というわけでね、まあ、今からですねあの、うん、横におる人がね車掌体験したいというわけでね、今からそのですねあのありがとう、はい、もうええもうもうええわもうジュースぐらい、まあ、とりあえずあのそのこの人が車掌体験したいって言うんで、今からちょっとあのえ何やねん抽選券、抽選ちゃうかチケットえうん整理券ちょっと取りに行こうと思います。はい、整理券一つでここまで戸惑うもんですね、すごいですね、はい、あそこの商店街年季ありすぎや。というわけでね、せっかくなら車掌体験もしようかなというわけでですね、あの入っていこうと思います、ね、入っていきます、なんかすげえな。というわけでね、ちょうど12時半になったというわけでこちら整理券もらいました、
はい、13B ということで、まあ、13時15分から13時30分の間に、まあ、やるみたいですね、はい、あ、これでね、あの車掌体験ができるというのが確定したんでね、まあ、よかったなと思います。ご注意ください。というわけでですね、祭りの会場ちょっと出てきました、まあ、まだ今からねちょっと時間があるというわけでですね、ちょっと伊賀上野城のね近くまでちょっと歩いてみようかなと思います。そして、ね、ここには、はい、こちらメーテルですねと、誰や鉄郎かの、まあ、ブロンズ像がありますね。まあ、この伊賀上野ってね、なんかあの松本零士先生の生まれの地なんやろうか、まあ、その忍者のラッピングを、まあ、描いたりとか、まあ、デザインした、まあ、その松本零士先生のなんか銅像みたいなね、はい、まあ、こんな感じですかね、はい、近鉄伊賀線を松本零士氏がデザインした初代忍者列車が運行を始めましたね。なるほどですね。というわけでまあ行きましょうか。というわけでね、ちょうどその伊賀上野城に行くための道入ってきたわけなんですが、暗いけどめっちゃ涼しいですね。はい、いやーすごい涼しい。普通にしかもそんな雑音とかも聞こえるわけじゃないんでね、かなり空間としては落ち着きますね、これ。すげえな。なんかすごいね、なんか、すごいですね、なんか。はい、というわけでですね、私はですね、まあ、今からちょっと行きたいところがあり、で、今回一緒に行ってる人もですね、あの全面展望を撮りたいというわけで、はい、とりあえず私は行きたいところ行くので、これに乗ってね、茅野町ですね、いや違う、茅野町じゃ、桑町か。はい、いや違う、茅野町、うん、まあいいや、とりあえず、うん、どこかまで乗っていきます。はい、というわけでですね、桑町に着きました。はい、今回ですね、なぜこの駅で降りたのかというとですね、まあ、動画でですね、まあ、撮っていたと思うんですけども、あそこのですね、あそこの、なんやろ、レンガ造りの橋みたいなね、撮りたいな思って、はい、あれかなりね、有名なものらしく、有名というか、まあ、遺産に登録されているものらしくね、せっかくやったらそれ行きたいなというわけで、今回降りました。はい、そしてね、この、はい、桑町で次にね、ユーモンタウン伊賀上の前に行こうかなというわけで、私塾で、はい、まあ、一応とりあえずまあ合流するという感じでね、まあ、行こうと思います。というわけで私は一日券なんでね、はい、何もせずに行こうと思います。すみません、喉乾いたからね、はい、いや、その橋見て、あ、それ電車の時間見やんとかも、電車の時間見やんと、ですね、今さっき45分、今が13時45分なんですよね。はい、伊賀神戸方面13時45分ということで、次は13分、約30分後ですね。はい、というわけでね、早速行こうと思います。というわけでですね、駅前の道路をですね、ずっと上野市方面に向けて歩いてきました。で、ちょうどね、はい、上野桑町郵便局のちょうど十字路右に曲がったところに多分あると思うんですよね。多分距離的にね、ここら辺やと思うんですけども、はい、ここで会ってほしいな。うん、普通に結構遠いっていうのもあるし、暑い。うん、なんか、あった、あれやあれや、あったあった、よかった。はい、というわけでね、まあこんな感じになっています。
まあ、電車から言うと若干見にくいんでね、やっぱりこうやって見るといいものですね。すごいですね。なんかね、昔のなんか昭和レンガですかね、わかんないんですけどね、なんかレンガでまあそう作られているトンネルらしく、アーチ部分に関してはですね、こんな感じで結構ねこうザーってね密集してる感じで、はい、結構すごいですね。まあ、このこれの古戦橋みたいですね。まあ、これについてはまたもしかしたらここに書いてるかもしれませんし、書いてないかもしれません。はい、そしてねもうそろそろね電車がね通過するんですよね。せっかくなんでねちょっとここで撮ってみたいと思います。大型車通行困難というわけで、こっちが伊賀上野方面、そして向こうがですねあの伊賀神戸方面になっています。そしてちょうどね私が先ほど降りたですね桑町駅が見えます。はい、すごいですね。なんかもうこんな感じ、まあね、レンガの感じ、はい、まあ、叩いたところに何もわからんけどな、石橋は叩いて渡るならぬレンガは叩いて渡るっていうね、まあ、レンガ言うよりかここに関してはね、うん、バリバリコンクリートですけどもね、多分昔はレンガやったんかな、わからんけど、はい、この場所にゴミを捨てないでください。近畿日本鉄道、まあ昔は近鉄の路線やったってさっき言いましたけどもね、まあ今でも株主は近鉄、うわびっくり、うわ最悪、今の方がもっとびっくりした、最悪や、また水道ボコボコになるやん、びっくりしたほんまに。はい、というわけでですね、まあ、撮影もまあすることができたんで、とりあえず今からですねあの先ほどの桑町駅に戻ってもいいんですけどね、正直な話ね、あの、まあ、一駅隣なんですよね。でも一駅隣でもね、相手方が帰ってくるのはね多分ね10分20分先やと思うんですよ。なんでせっかくやったらもうねなんかもう乗れる範囲で乗っとこうかなというんで、まあ、せっかくやったらそのちょうどねこう対比で来る手前の駅、こう対比する手前の駅で降りて、でそのこの折り返しでで四十九まで行けばいいんじゃないかなと思います。何もしいひんから許してな、うん、何もしいひんからな、うん、大丈夫、何もしいひんから君たちには何かされたら倍返しで返すかもしれんけど、何もしいひんから、何もしいひんかったら、うん、だけど今からね、まあ、ちょっと行けるとこまで行こうかなと思います。で13分でね、今がちょうど2時ちょうどですね、はい、なんでまだあとね時間は、はい、まだあと13分ありますね。まあでもゆっくり帰ってたらちょうどいい時間になるんで、今からカットします。はい、というわけでですね駅に戻ってきましたが、まあ、とりあえずねあの電車来るまでまだもうちょっと時間あるんで、まあちょっとねあの時間つぶしに、まあ、何かしておこうかなと思います。というわけで電車来るまでカット。というわけでね今調べてみたんですけども、あのね丸山駅でちょうどすれ違いするんですよ、行き違いするんで、一つ手前の稲子駅で降りて、で高速の電車に乗って、はい、四十九まで行くという、四十九まで行くという感じで、まあ、やっていこうと思います。なんでまあとりあえず稲子駅までね電車乗っていこうと思います。というわけでねやってきました、初めて乗るからの柄のやつですね、はい、204番の編成です。ね、201と204と、確かそれは乗ったことあるんですけどもね、一番前か。というわけでですね、稲子駅に着きました。この駅でですね、まあ次来る電車を待とうと思います。多分もともとね、待避線あったんでしょうね。なんか横に、なんか、ホームらしき感じのね、跡があります。はい。まあただ、線路は引かれていないみたいですね。はい。そして、ここがまあちょうど、駅構内渡り、踏切があったところでしょうかね。はい、こんな感じになっています。まあ、せっかくなんで、ちょっと出てみましょうかね。失礼します、よいしょ。ちょうどね今の時間が23分そして27分に来るんですよね。なんで、はい、すぐ来ますね。
熱いしも熱い熱い。あと喉乾きましたね。はい、まあこんな感じになっております。というわけで駅前はこんな感じです。はい。まあ、特に何もないですね。はい。というわけで今からですね、まあ四宿まで行こうかなと思います。では、はい、失礼します。昔窓口やったんですかね。まあもしかしたら比較的大きい駅やったんかもしれませんね。はい。まあ、こんな感じになっています。もうなんかどの駅も共通して言えるのがね、なんかもういろいろなんかもうクモの巣だったりとか埃がすごいですね。クモの巣がすごいです。はい、というわけでこの駅で電車来るまで待っておきます。すげえカマキリおるやん。すげえ、というわけでですね、四宿駅に着きました。というわけでここからですね、イオンタウン伊賀上野の方に行こうかなと思います。はい、なんか見た感じ新しい、びっくりした、見た感じ最近できた新しい駅なんですかね。ちなみになんですが、イオンタウン伊賀上野まではちょうど駅出て踏切渡って右側か左側かどっちか、どっちなんやこれ、よくわかんねえ。うん、ではい、こちらね、伊賀鉄道100周年というわけでいいですね。はい、これからも100年先へ走れ忍鉄、頑張れ伊賀鉄道、頑張ってくださいね、頑張ってほしいですね。というわけで今から行こうと思います。多分左ですかね。はい、まあ、とりあえず行こうと思います。というわけでですね、はい、イオンタウンに着きました。イオンタウンってね、そういう買い物だけやった気がするような感じなんでね、まあ、あるかは分かりませんがね、まあでもね、うん、まあ、希望を信じてね、まあ、行くだけ行ってみます。はい。とりあえず行ってきます。特に何もなかったんでね、戻ってきました。あのね、見る電車の時刻をね、間違えていた関係でですね、20分近く駅でゆっくりしてましたね。まあでもね、休憩できたんでいいんで、今からちょっと歩いていこうと思います。というわけでですね、四宿駅から一駅歩いて桑町に戻ってきました。ここからね、一駅茅町まで電車乗ります。うん、一駅だけ乗ります。というわけでね、私が乗りたい100号が来ましたね。めっちゃ嬉しい。すげえ。すげえ、車内木造ですね。木造というかすごい木が、ありますね。ではね、乗っていこうと思います。前からしか乗られ。すげえな。ほら、これ、すごいな。これ、これ見て、釣り革これ。忍者の技よこれ、めっちゃいいなこれ、これ乗りたかったから乗れてよかった。